ごちそうさまです。ごちそうさまです。1話を見ましたよ、まずは。うん。まずはね。まずはね。そんな言い方しなくても。2話まで行きたかったけど。1話見てしゃべろうっていうような話じゃないですか。ああ、そうかそうか。だから、忘れまといですよね。お互いがお互いの見たい。そうなんです、そうなんです。そう。ちょっと続きになったよね。見たいなったけど。気になったけど、でもなんか1話ずつでいいかなとも思ったけどね。ああ、お前ちょっとじゃあ向いてるな、このシステムな。うん、そうだね。一気 おあ,そうかなあの感じでこうちょっと落ち着いて1話ずつでいいかなみたいな結構その主人公の悲壮な感じもあったじゃないですか、うん、でなんかこうあまあちょっとこれどういうふうになっていくのかというか結構その元の寄生獣と違うからさ、うん、どういうふうになっていくかの、えー、と展開がまあちょっと気になるなっていうところがあるから、うん、割とそこで落ち着いて見れるやつはこの1話っていうところでのレポは向いてるなと思います、ねコーヒーが。ココーーーーヒヒが飲んだ、はい えコーヒーコーヒー,コーヒー飲めよ見終わったら何 <laughs> なのそれえ<っ>何そのコツうちわいた後に落ち着けるコツうんコーヒーコーヒーってそんなに効果的なんそういう時に、うんうん、そうやったんや、うん、まあまあ一回試してみるわそれを言うならば、うん、短期にはコーヒーよ 短期じゃないよ、別に。<laughs> <laughs> 短期で見てるわけ見たいわけじゃない <laughs> ああ、腹立つって言って今見てるやつあんまおらんからこそこに対して「コーヒーそういう時は」って言ったやつもおかしいから変やった <laughs> <laughs> まあ短期のやつがまずおかしいよねああそれで言うおかしいおかしいまあでもそこに対して「コーヒー」って言ってるのもおかしい <laughs> <laughs> 両方ダブルでおかしいよそれは <laughs> そうですねああまあでもそんなこともねああ感じさせないような内容でしたけど、はいはいはい そうですね。内容感じさせないようなとかまあまあそうですね。はい。内容どうですか。感じさせないでしょ。内容だからあもっとで言うとその寄生獣のあの本漫画コミックスは読んでるんですけど僕は好きであの今も読んでます。今今コーヒーコーヒーよ今は。コーヒーすげえな。コーヒー飲みすぎやなお前。 すぐ怒っちゃうからねコーヒー飲まないと。すごいね。一日一コマちゃういやこれ、寄生獣始まってから読んでないよ、もうそれは。コーヒー会で。そうですよ。まだ、はいはい、読んで、まあまあ、読んだことあるのね。全部読んだ全部読んだ全いやちん何回も読み直してますよ、三つの作品。何回も読み直何倍コーヒー飲んでると思ってるこの時代から。そうですめちゃめちゃ昔ですよ、この寄生獣。そうですね、寄生獣だ。 は読んでるし、まあ映画にもなってましたよね。はい、日本でね。そうですね。はい、うん。染谷さんやってたやつ。そうですね。染谷将子さん。がやってた。うん、まあ、そうやね。うん、やってました、ね。じゃあ、その予備知識はある中での違いとしては、はい、結構全然あの、まあ最初にこう。ああ、なるほどと、あの。うん、そこのコミュニケーションが結構。 面白さの一つででもあったと思うんすけど漫画とか音の原作で言うととそうですね規制される側とのそこではないのかというのであなるほどねというの感じはありましたけどね結構はいはいそうですねだから別作品に見えたというか設定だけはね最初一緒やったけどそうですねこの設定って確かにでもどこの国でもできるし割とスッと入ってくる誰でやったとしても誰がそうなってもおかしくないからさ この状態とでもあいつじゃないといいなと思ってドキドキはしてて俺あの主人公が2択やってんや最初出てきた時にあっちじゃねえだろうなっていうその襲ってくる方っていうそうそううんあいつも結構最初長かったからさなんか長かった家の場面とかあってさそうやね確かにねあいつやったら嫌やなあのめちゃくちゃスーパーでナルる側のやつやったら最悪やったな最悪 それはそう女性側やろうなとは思いましたけどあ思いましたなんか肉をさ貼ってもらえてないぐらいのとこまではさなんかまだどっちもありえるなと思ってたんですよ可能性どっちもっていうかこいつ人公かと思いながら見てたからなんか嫌やなと思って見ててなるほどね新しいパターンとかであったりするもんなんかそうそうそう新たな主人公像みたいなやつが海外やし違うからさまあ はいはい、有名な役者さんなのかなこの人と思いながら見てたんですけど。ななるほどねその変な不安があったんやな、うん、あったでやっぱり主人公はこうあんまりいけてない感じの方がさこういう場合なんかこう、うんうん、そっからの,あの、うん、スーパーな能力を手にするっていうところで何かその差は出,出やすいからああ韓国はこの年齢な日本やとさあのああ小学生とかがこのパターンとかあるやんなんかそののび太くんじゃないけどさ。 ああそのダメなやつがそういうスーパーマンとか能力身につけるみたいなねこういうダメさじゃないけどな小学生いやだからそうこんなヒステリックなダメさじゃないけどなそうなんだからそこはちょっと不安ではあったんですけどね見てる途中まではなるほどねそうかまあ主人公が誰かっていうのまあそれはちょっとまあポスターとか見てたらわかるけどさちょっとんか 最初の方なんか僕はその前情報なしで見たからなんか確かにちょっと誰かわからんかったなっていう途中まではっていうのありましたねそうですね僕もそこ前情報なく見たんで終わってから明らかでしたけど確実にこいつだっていうねそういうところねはいであの今までの獣あ寿日本でまあ映像化されたものも割とその原作に忠実やったと思うんですあれも まあそうですよね。だってそれは実写化っていうことですもんね。うんはい、これはまあちょっとちそう違う作品ではありますよね世界観してそうですね違う作品やなと思ってて、うん、で今までのはまあ確かにその右とのやり取りであったりとか、うん、まあ戦闘の方あのスーパー能力っていうようなところであったりとかも楽しみの一つやったとは思うんですけど、まあ、これまあスーパー能力はそうやとは思うんですけど、うん、なんかねあの実際にこれこういう設定で、えーとうん、こういうことになったらの怖さの方めっちゃ強調されてるなと思ったんですよ。 こののの今回の作品では、うん、あのすげえ怖いしで設定も全然違うじゃないですか、うん、あの違う、ね、右とされるやつが、まあうん、右手じゃないし右,右顔面やしさ <laughs> そな、うん、だから<な>あの女の子である意味もあるなと思ってて、うん、そこで、うん、なんか女の子がまあえー、とああいうふうになった時のショックっていうところめちゃくちゃでかいと思うし、うん、でその間の記憶がないっていうような感じのことであって15分っていうこの設定の妙 というかさ、うん、このこれがなんかどう生きてくるんかなみたいなことはめっちゃ気になるのととにかく怖いなっていうところがなんか負の感情の方 <laughs> まあなあ怖いけど、うん、あいつも怖いけどな相当最初のやっぱスーパーのやつも。ああああいつ怖いい <laughs> いつつ。あいつ怖いよ。あれだからリアルなさはね。<laughs> えー、っていうところまあそれもあるけどさまあだからなんかあいつがなんか悪い目に遭うとちょっとなんか、うん ちょっとスッキリというか、いやホッとしたもんだってあいつががあ,あ,あの半分になって、<laughs> 半分になってホッとされるんであんまオランダあいつぐらいよね。<laughs> そうですよ。あ,あ、<laughs> うん、でもだからまあ、そうや、ね、なんかこう結構そのネガティブな感情を揺さぶられるなっていうような物語、うん、になってるなと思うんですよ。だからあいつを見てもそうやし、でとこその怖さとか絶望感主人公の負の感情の方が、うん、えっと結構強くえ描かれるっていうのが、あとまあ女性の警察官の人のえっとやつもそうじゃないですか。 ああ、そうです耳の人ですかそう、耳の人は。あ,あれってすごいなんかちょっとでも韓国映画っぽい設定というかさなかなかなその、うん、でもあれにこう一言言ったやつが腹立ったけど、ね、やっぱり、ね「真権侵害じゃないのか」みたいなああはいはいそうだねそうか、ん、<laughs> そて耳見せるっていうね耳見せるとかで <laughs> うん、だからその解決策もようわからんようわからんっていうかさあれで納得するんかもわからんけどさあいつがわからんけどね、うん、まあまあでもまああれを言うやつは納得するんかもしらんね耳見せるとねやっぱりねまあ耳見せるは結構でかいですよいや、うん、あの設定がで、ね、もめっちゃ心えぐられへんうんどの設定 はい、あ夫,が夫が寄生獣でしかも今おびき寄せる手段に使ってるっていうこととかをさ自分とか自分のパートナーとかに置き換えた時にさ、うん、すごい心えぐられる設定やなと思うんですよこれって。まあそうやな 女性の警察官は結構特殊な人間性やからあんまり今感情移入しづらいねんけどまあスタートがちょっとなホイホイ系できたからなんかそうやなホイホイ系できたなスタートなスタートがだからえっとその感じやったからえっと余計にその何やろ好戦的なやつに見える感じがあったからさ感情移入しづらいねんけどあれをまあ例えば主人公として見た時にめっちゃえぐいせってやって思うやんなっていうその で、えっと、だからなんかこのえぐい設定であったり負の感情の方がくすぐられるような、うん、あの話になってるから、うん、ちょっと,と実写としての好みとしては俺はこれ結構好みなんですよね、うん、割と。えどっちやね心えぐられるの好きなんかいな。いのよこういう映像でこう想像した時にうわこのせこの設定えぐーっていうの。 あなるほどなそうじゃなくてよかった俺っていうこともあしさ、はいはいまあ、っていうなんかその怖さそ,のそこに落とし込んだ時にちょっと想像する時の怖さみたいなんが、うん、んかまあ個人的には好みでしたねこれはこの寄生獣自体はまあ君が心をくれたからは大好物っつっても思ったもんね <laughs> 大好物ではないよあ, <laughs> あれ悲しすぎたよほんまに そこは人それぞれですよねえぐられる方が好きな人もいればそうやねあれもでも心えぐられたから結局見てまうっていうところあるからね心えぐられるとっていう人もいますもんねそうですねなるほど。っていうような感じなんですよねまあそれでいうとこう感情でいうと僕はこう基地にさ仲間たちがいるあの印があるさなんかとこあったじゃん一斉捜査 潜入されてったとはい、はい、一斉、一世も打尽されてもうたとこあるじゃんかはい、はい、ああ,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 あっこにさ行く時の男、うん、あのホテルじゃなくて <laughs> あいつが一番感情移入しやすい感じはしたんですけど <laughs> どこまで期待してんねんあいつもうビル入った時点で廃墟やねんからもう怪しめよ <laughs> っていうかあれがだからその寄生獣って作品性、うん、SF 関係なく見ても、はい もう全然あかんじゃないですかもう絶対なんかこうつつもたせ的なことなんじゃないかって考えへんのかなっていうねああああいつすごいよなあいつだからめっちゃエロいねんってスケベがもう買ってんねんっておこういうとこも悪くないねって思っちゃってんねんって多分シャワーは入りたいかっていうねシャワーはさせてくれよあると思うかあの状況で電気一回もボタン押してへんぞ電気つける 匂いとかもあるやろもうあっちょっと臭そうよいや廃墟やんああもう完全な廃虚やえ何ここああってなあれんであんなポジティブにさうん、うん、キャラと違うね違うみたいなね<え> <laughs> <laughs> 君がこんなところに住んでるなんてねえっ行かれてるよ <laughs> いやもう下半身に寄生されてるよあいつはもうあの状況的なんかもうあの状態ってのは <laughs> そうです、ね、怖いよ うん、あいつ怖いよ <laughs> まあそうですよね、うん、あ,であいつはちょっと心配にはなって<う>やめとけって,ってずっと思いながら見てましたよなるほどね、うん、<laughs> あいつだったっけ助かったっけ,助かっ,たっけ助かってんであ,んあいつ大体死ぬやんか <laughs> <laughs> よかったな <laughs> よかったなお前も見ててなあいつ心配だって <laughs> <laughs> あいつ助か,助かるんかいと思って<ー>よかったなと思ったけどよかったというか,か <laughs> まあすごいなと思ったけど あいつどうなんやろ今後出てくるんかななんかこう僕役者とか証言者として <laughs> いあい分かんねんこれ日本のドラマやったら大体そのねその人のさ役者の知名度とかでなんとなく分かったりするけどはいはい、うんうん、どうなんですかで分からんからこそちょっと面白いいら,いらんかいや,おいやでも確かに「誰やと思ってるんだ、うん、俺を」とか言ってたからな誰かなんかなすごいやつなんだ うん、もしかしたら今後関係あるかもよ。また、でもあれやな、4話ぐらいで忘れてまた同じ点に引っかかってたりしちいいけどな、なんかね、面白いけどな、笑うてまうけどな。う <laughs> またいたら<前>あれ。<laughs> <laughs> まあ、一回の整合体験が、その、うん、多くの社、ね、をそうかそうかよくよこさしてるかもしれない。うん,うん。なるほどね。あ,あ,あいつね、うん、まあ確かにあいつね、分からんからね、一応主人公女性やし、そこあるかもしれんもんな、その。 そう確かにな恋愛みたいなもねであいつとの恋愛はないやろ確実に確実にないよ確実ない弟の方があるかなそれやったらまだまだねそうやね弟の方もね弟の方も結構えぐいというかまあなんかこう逃げてるところやもんなあれはねまあでもあいつの携帯の捨て方かっこよかったなあそううん。 かっこよくなかった、ななんんかこう。ね公衆電話であのあ<ー>聞くんですよあのメッセージを。<ー>でなんか話してて、まあ「しばらく身を潜めとけ」ってスマホもあの使わないように「いや捨てもうすぐ捨てろ」って言われてピーって切った後、ボポンってゴミ箱に入れていったのは「おなんやお前」一回もう見向きもせずに最後にチェックもせずに捨てるのは。 すかっこいいいなつかまあまあそうやね確かにちょっとそのためらいもない感じといううそうそうそう渋い感じはあるけどまあまあいつかいつかやりたないけどいつかどうぞっていうねいやそれは別にやりたない憧れを叶える日が来るのを俺も願ってるよそれは来ないですよそれやったらあのホイホイのホイホイじゃねえわついてくやつがいいわいやいやいやあいつもよくないよな そうかなよくないかな廃墟についていくのあれについいてくはあんまりよくないと思うよそうかそうかそういうチャンスがあったとしてもやめといた方がいいと思うよ本当に怖いよと思いますよあれは絶対よくないから人間でもほんまにそうやから筒持たせとかその感じになるから絶対そうですもんねあんなんね絶対そうですよ怖すぎますもんねあんなそうですねファイティングポーズ取ってたもんなあいつ 俺を誰だとみたいなことを言いながらファイティングポーズやったな。ようん。そうね。まあでも、<laughs> なんかこの、やられてる間意識ないじゃない、うん、その主人公がね。ああ、はいはい、はい。ちょっと話元に戻るけどさ、ね、主人公が、うん、その、帰省、帰省が15分間、ねそう、出てくる間、記憶ないわけやから、うん、なんかこれ、あの今後、 いいことななりそううやなっていう気もすするんですけどね。うん、主人公がなんかあの知らない間に化け物になってて化け物扱いこうされちゃうというか知らん間にまあそういう展開もありそうですよねすうんうん、うん、でそ,それを助けるとかも出てくるのかなそうですね人を助けたのに化け物扱いされる悲しさみたいなのあるやんうん、うんうん、そうだね、うん、なんかそういうことにもちょっとなりそうな気もするようなうん で学校辞めなあかんみたいな学校ちゃうか学生ではないかスーパーで働いたもん29歳って29歳そうか全然学生じゃなかったからそんなんもありそうでなんか結構だから感情移入は主人公にできそうやと思ってるんですけどねその脇役に感情移入するっていうのもいいですけどねその趣味もねそうかはいまあ性別がやっぱでかいかな僕はもう男に感情移入しないと決めてるんでね パニック作品はそうか頑固な映画好きやなお前はそうですはいなのでこの場合はもう今んとこはもう二択にはなってるんすけどはいはいはいまあそのあれか連れて行かれるやつかまあその襲撃したやつね違うよ弟かはい弟な弟かあのあれですよ ついてったやつがまた出てくるんやったらねそれは感情移入しやすいけど弟よりはまあでもとりあえず弟やろ弟は確実に出てくるやん今後もそうですねまあお姉ちゃんがああいう状態やしうんやしねまたその脅されてまたメッセージ役にさせられるかもしれんしまあそうやね探し出してって言われてるからねああそうやねこういうお前とまあもしかしたら何かこう仕込まれたかもしれんしね場所を特定できるようなことを。 自分の細胞とかもしかしたらあああ15分間しか出てこれないっていうのがあった場合にこの,、うん、その15分間以外の23時間以上はその逆の立場の場合は見えているのかどうかが微妙なところやねこれねあの主人公はその15分間記憶なくすやんかその寄生虫側はそれが か把握できてるのかできてないと正直全然辛いよな今後そのピンチでもそれ出てきても何が何やら分かってんみたいな感じになるわけ分からないできてるやろ今までの会話から考えるとうんできてるのかな,なんかその「ね、質問をかけ」って書いてたからそれがんかんか「質問かけ」かと思ってできてるならもともとそっちからアプローチできたんちゃうかなとも思ったんだけどまあそうやなどうなんだろうねでも ああはいはい、はいうん、なるほどねあそうか質問をかけやった確かにそうやねあの俺がその15分間の間で見るからみたいなふうにも思える、うん、なんかそのニュアンスがちょっとだけあるよね確かにねそうやね、うん、まあまあでもあれでも仕組み的には脳を乗っ取って人間の体をもう完全に乗っ取るっていう形になるじゃないですかうん、うん、そうやね うん、でも脳を乗っ取る前に、えっとまあ、傷を治してて、うんえっと、そこに行けなかったってことやけど、うんえっと、あいつ自身にも知能はある感じがするんですよね。なんかね、ね。そそうだ、ねうん、右もでえっとまあ脳を乗った15分間脳を乗っ取られるから女性に記憶がないっていうのは、まあうん、理にかなってるかなと思いますうん、そうだね。分かるというか。うん で、えーと、脳を乗っ取られてない状態でも知能があるっていうことはそ,そいつ自身に脳があるからやっぱり一応把握できてる設定なのかなっていうような,方がなんか、まあ、うん、あがしっくりはくるかなっていう気はしてますね。なるほどねそうなると脳は乗っ取れなくても体全体乗っ取れなくてもちょっと出てこれるみたいなことは今後出てくるのかなビギーみたいに。なあそれがあるかないかで全然ちゃうよな,なんかこう物語の見方と,う、うん、と女性のポジティブ感情というか。うん これもええなみたいな感じになるかどうかっていうのが全然違ってきてて、うん、でもなんか今回の1話の絶望感とかで言うと割と負の感情の部分の方際立たしてるから、うん、まあ受け入れるやろうけど最終的には、うん、なんかこうあれやなマイナスあ一緒に出て話すみたいなのがなかなかこう、うん、にちょっと続きで2話3話とかでぐらいではあんまりまだなさそうな気はするんやけどなか、ね、分からんけど。 これ、まあ、見たらすぐわかんねんけどまだ見てないからまあ、うん、<番>見ないやつは悪いですよねそれはねいや別に悪いというか、うん、まあ見てねこうやって話すと、ね、い<や>こういう状況が悪いよ気は良くないですよ。コーヒーよコーヒーくれ <laughs> 早くコーヒーつげえお前。いや別にリモートやコーヒーつげへんか俺こんなイライラしてるんやろうがコーヒーくれ早くくれてないねコーヒーぐらいはなんとかなるやろお前思い浮かべろコーヒーをバカが <laughs> 落ち着くんかいなそれで落ち着くやろほんまかいな全然落ち着かんやろう浮かべきれてないからやったわいややってたわ浮かべきれてないからコーヒーやろこれ。コーヒーちゃうやろコーヒー取るとこな収穫のところからなこの場合頭で描く場合は収穫からやらなあかんよきつうきつないよきつないよブラジルね ブラジルの収穫のとこからね。まあままでもなんか落ち着いてきたわ。そうでしょう。ということでね、あの面白いですね。まだ見てない方はね、今更ですけど、ネットフリックスで面白いので。そうですね。まあでもいいと思います。そうですよね。まあまま見てね、ちょっと続きもまた見たいと思います。そうですね。 というこまあどうなるんですかねこれ本当にねまあもう見たら分かるんやけどなそれ見たらのとかじゃないから週一とかじゃないからねそうですねバーッと見ていきたいと思いますよどうなんですかねでもまあ原作好きな人だからなんかあんま関係ないものとして見た方がいいよねそのそうやねあの設定もうほにでも原作好きとか原作あの 嫌いいやかからとかあんまり関係なな気はするな原作嫌いでこの設定が嫌いやったらもうどうしようもないけどまあそうですね、うん、はいなんか全然違う物語として楽しめるから、うん、だから原作見てるからええわっていうことでもないかなとは思いますねでもなんか思ったよりグロくないなって感じだったその CG とかでめっちゃすごいからグロすぎるんかなと思ったら、うん、その映像自体は正直そんなにグロくない印象やったけど思ったのそうですね <あ>うん、俺もでもでそれは思いましたねグロッサというよりはどちらかというとそうなった時の,その恐怖感とか絶望感とかの方がなんかこう、うん、際立って感じられたなって感じそうやな、うんはい、だからまあちょっとその感情移入できるキャラがいる人が見たらよりこううっとくるかもしれん、うんうん、そうですね、うん、耳の人にかもしれんしね逆にその耳の人に対して言ったやつに感情移入する場合もあるやそれはまあ見てても何何の作品見てても思んないよそいつは。 なことないよ。あんなにうてしんごいじゃないか。意味ないさすぎるからもう。存在理由が。まあ、それこそどのエロい。エロいやつも楽しいかもしれないね、これは。あいつ、あいつでも今まで出てきた物語の。一番エッチかもしらんな。一番スケベかも知らんわ。あっこまであの感じでいけるんやから。 すんげえ、ね、もうそうやな。もうさすがに諦めてるやろうけどな。ああ、さすがにじゃあ、あれでもなんか途中から変な感じだったけど、あれ、あれいけたよな、みたいなこと <laughs> い,いけないやろ。今なってたら、すごいけどな。タイムリープっつったら、行くんかい、もう一回、つ <laughs> そうやな、また行っちゃうかもしれないな、ね。<laughs> まあ、はい。ちょっとまあ楽しかった。はい、まあ、あの皆さん感想も、ネタバレ、まあ、コメントの方では、うん、まあ、